はい、皆さんおはようございます。イケメン優しい最高はモットーのサンシャイン今村です。現在私はですね、こちら見えるかな、仙台市営地下鉄の仙台駅の方に来ております。本日はね、仙台市営地下鉄東西線にね乗っていくわけなんですけどね、東西線はね、私の記憶が正しければ日本一新しい地下鉄ということで、まあ、記憶しております。2015年のね12月に開業したかなと思います。まあ、今回はですね、東西線今からね一部区間だけ乗っていくわけなんですけれども、なかなか面白いスポットもあるみたいなので、それもね合わせて紹介していきたいかなと思います。それでは行ってみましょう。地下鉄の線図見ていきましょう。地下鉄はですね、南北線と東西線というのが走ってまして、南北線はね30年ぐらい前から走っているそうです。それでですね、初乗り料金は210円とね、まあ、京都よりはねちょっと安い値段となっています。まあ、最大でもね料金310円ということでかなり安いです。まあ、路線図見ていくとこんな感じで、南北線とかはね結構広範囲にわたって路線展開をしています。まあ、乗り換え可能な駅はね、地下鉄同士の乗り換え可能駅は仙台駅のみとなっています。これでこちらが路線図ですね。平日とかはねかなり高頻度運転で行っていまして、日中もね7分間隔で運転しています。これはあの南北線東西線も同じようになっています。駅舎もねこんな感じですごい綺麗ですね。それではホームの方行ってみましょう。今エスカレーター1個下ったわけなんですけどね、東西線はね結構新しい地下鉄なのでね、結構ね深いところに駅があるみたいです。多分これ降りたらね多分行けるかなと思います。あ、行きましたね。新井方面八木山動物公園、今回はね八木山動物公園の方に行きたいと思います。でホームちょっと見ていきましょう。まあこんな感じで4両編成ですね。まあ延伸可能な感じに結構余分に作られています。これで所要時間が八木山動物公園までは12分、これで反対側のね新井方面は13分ということで、ちょうど仙台駅はね中間にある感じになっています。あとね面白いのがね、これ副駅名がねついてるんですよ。例えばベニーランド前、東北大学青葉山キャンパス前とかですね、結構ねこういう副駅名っていうのがねついてるんで、何が最寄り駅なのかなっていうのがすごい分かりやすいですね。こちらにはねイクスカっていう仙台市交通のねカードがあります。まあねスイカの一部エリアでもね使えるみたいです。まあ僕キララ系漫画好きって何回も言ってるんですけども、その中に仙台が舞台になった初恋イレールトリップの漫画では、ソラちゃんがこれ持ってます。話してる間にね放送が流れて電車が来るみたいです。あ、来ましたね。多分前乗ると全面展望楽しめないので、あ、一応行けるみたいですね。でももうちょっと後ろ並んじゃったんでね、今日は後ろ乗りたいと思います。結構水色でね結構爽やかなデザインの車両ですね。結構ホームドアもねシンプルな感じのやつですね。車両はですね、なんと我らが関西近畿車両製造の車両となっています。ではね、後面展望で、ね、お楽しみください。ご注意ください。はい、電車は仙台駅を出発しました。ご覧のように地下鉄で後面展望を見るのもなかなかいい経験だなと個人的には思います。しかも驚いたのがね、運転室、ちなみに後ろ誰もいないんですけれどもね、照明がご覧のようについておりますので車内は見やすいですね。右側にはね速度計のモニターも見れるので、何キロぐらいで走るのか一目瞭然です。車内はこんな感じで青色のボードシートが並んでいます。この車両は一般的にミニ地下鉄と呼ばれる車両なので、車内の高さが小さいです。ドア横にはこのモニターが設置されており、次の停車駅が4カ国語表示されています。電車は青葉通り一番町藤崎前に到着しました。藤崎とは仙台で有名なデパートのことを指すそうです。ご覧のようにホームドアも完備しています。
は大町西公園駅、仮称三千本店前駅に到着しました。仮称三千とは仙台を代表する有名和菓子店のことで、仙台お土産では定番の萩の月などを発売している会社のことを指すそうです。駅前に何があるのか分かりやすいですね。そして列車はすぐに地上を出て広瀬川を渡るそうです。地下鉄でも地上区間を走る路線というのはかなりあるんですが、ここも地上区間を走るそうです。そして電車は国際センター駅、仙台城跡入り口駅に到着しました。この駅の近くには仙台城跡があるらしいですが、やっぱりよく写真で見る伊達政宗の銅像がある場所なのかなと個人的には思います。地下駅、鉄の駅はね、ご覧のように地下構造となっています。そして電車は急カーブを走行していきます。ここからね、ちょっと全面展望に場所を切り替えてみます。そしてこの急カーブを通り過ぎると川内駅、東北大学川内キャンパス前駅に到着しました。川内とね、読むのが一般的だと思うんですが、九州新幹線の鹿児島県の駅にはこの漢字で仙台と読む駅があります。いや、この駅も仙台って言うんだよね。駅が2つ仙台があるみたいな感じで面白いんですけど、そうはいきません。さっき一瞬地上を走っていたのに、ここから先の区間はずっと地下区間を通っていく感じですね。トンネルの間も多分伏線構造になっていて、すれ違いとかも運が良かったら見れるのかなと個人的には思っています。電車は青葉山駅、東北大学青葉山キャンパス前駅に到着しました。思ったんですけれども、東北大学って結構広くて、キャンパスの駅が2つ並ぶっていうのもね、これはこれで大きい大学だということがわかります。そしてしばらくトンネルを走行していたわけなんですが、見てください、なんと地上区間がね、見えてきました。はい、地上区間が出て、なんかすごい立派な鉄橋がある感じですね。それで外の景色を見ると、うわ、すげえ山だ、山の中を地下鉄が走行している、こんな光景が大都市の地下鉄に合うのかよ。しかしすぐにトンネルに入って、電車はトンネル区間をしばらく走行していくそうです。そして電車は終点の八木山動物公園駅に到着しました。このまままっすぐ電車は進入していきます。向かい側には同じ地下鉄車両が停車していますが、この列車と入れ替わりで出発する荒井行きの列車となっております。この列車はそのまま車庫に引き上げたりせず、そのまま同じホームから荒井行きとなってまた仙台方面に行くそうです。はい、八木山動物公園駅に到着しました。ここのね、駅はですね、なかなか面白いスポットになっているらしいです。なのでね、面白いスポットについてから、この駅のね、どういうところがすごいのかというのを解説していきたいと思います。八木山動物公園の、ね、屋上にある展望台にやってきました。こちらはですね、八木山てっぺん広場と呼ばれている場所です。ここはね、なんか駐車場になっているらしいんですけど、なんか下の方とかですね、駐車場になっているみたいです。これ見てくださいよ、これも仙台市のね、綺麗な景色をね、一望することができるんですよね。これでね、地下鉄もね、見ることができます。地下鉄はどこかな、地下鉄結構ね、冬なんだけど滑りやすいですね。この橋から見えたりせんかな。この橋の下は道路になってますね。まあちょっと地下鉄探してまた視察します。はい、こちらの八木山動物公園駅はですね、なんとね、開業当時の2015年は日本一標高の高い地下鉄駅となっていたんですね。 136.4m ということで、だいたいここに今立ってるのがだいたい 150m ぐらいの高さかなと思います。ちなみにね、なぜ今日本一ではないかと言いますと、2020年の6月ですね、に北信急行線のがですね、神戸市営地下鉄に公営化されて、谷上駅がですね、だいたい300メートルぐらいになったので、もうね、塗り替えられてしまったということになるんですね。まあここ日本一って書いてるんですけれども、元日本一でちょっと書き換えててもいいかなと個人的には思います。これでですね、もう見ていただいたら分かると思うんですけど、見てください、これ。もう、仙台市内のね、景色一望できますよ、もう。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これ。で、ちょっとずつ、これね、見ながら解説していきたいと思います。
ちょっと住宅が邪魔で見えにくいね。まずあちらのね、赤いね、電波ですね。あちらは東北放送の電波塔です。これであちらにね、電波塔3本並んでるんですけれども、左から、宮城テレビ、電波塔、真ん中の電波塔が NHK 東北放送、東日本放送のね、共同のやつとなっていて、右側がですね、仙台放送の、テレビ電塔となっています。それであちらにはね、タイハックルって呼ばれるなんかマンションみたいなのがありまして、こっちの方にね、仙台空港があるそうです。これであとはこっちがですね、愛称恐竜山と呼ばれています、金剛沢緑地で、奥にはね、仙台赤十字病院もね、見えます。これで反対側なんですけれども、反対側にはね、八木山動物公園と呼ばれるものがありまして、まあ私はあんま動物園とかあんまね、興味ないんでね、行かないんですけれども、まあね、地下鉄乗るとね、こっからですね、エレベーターで徒歩でね、行くことができますので、ぜひね、興味のある方は行ってみてはいかがでしょうか。しかしね、冬場はね、凍結してね、入れない時がありますので、ご注意ください。はい、先ほどね、冒頭で漫画タイムキララの初恋レールトリップという作品に紹介したんですけれども、初恋レールトリップっていうのは、まあ、仙台の女子高生の鉄道部がですね、仙台の鉄道を乗ったり、まあ、鉄道を楽しんだりするっていうね、お話になっていて、まあ、永山雄能先生が、まあ、書かれた作品なんですけれども、まあ、先日の11月ですねに、まあ、連載祭が終了して完結したということになっています。ちなみにこちらもね、聖地になっていまして、第1巻で主人公である天満空ちゃんという子はですね、宮沢、三影ちゃんかなと一緒にね、ここのね、八木山動物公園に来るっていうお話があるんですね。そこでね、ここでね、2人で自撮りをしていて、まあね、グループラインみたいなのに流したら、ね、お姉ちゃん宮沢真宏ですね、先生ですね、その先生に、まあ、ここは八木山動物公園だというのが特定されるっていうシーンがあります。詳しくはですね、初回レールトリップ1巻買っていただいたら、まあ、出てきますので、ぜひね、あのアマゾンとかアニメイトの通販でお買い求めください。はい、ね、八木山、動物公園駅のね、中央部分にやってきました。先ほど行った展望台はね、ここの上にありまして、下の階はね、駐車場となっています。こちらはですね、バスロータリーとなっていまして、仙台市営バスがね、多数出入りしています。まあね、タクシー乗り場も奥にはありますね。まあね、八木山動物公園止まりのバスしかいないですね、今の時間。ここに案内板があるので、ちょっと見ていきましょうか。主にね、東北大学病院、長町南駅とかですね、行くことができます。まあね、仙台駅経由するバスも何本かありますが、まあ仙台駅行くんやったら、多分 ほとんどの人は、ね、これは地下鉄乗るかなと思います。まあね、もしかしたらね、地下鉄乗ったら割引、バスと地下鉄で割引みたいなキャンペーンももしかしたらなんかやっているかもしれません。やってなかったらね、ちょっとすいません、嘘言って。まあこんな感じですね。それではね、また地下鉄乗っていきたいと思います。それでは再度地下鉄に乗り、仙台駅の方に戻っていきます。この今乗ってる列車は、私がさっき乗ってきた列車が止まったホームと同じところから出発していくわけなんですけれども、日本に1本の列車はご覧のようにポイントを移るという光景をね、全面展望でご覧いただけるので、ちょっと見てみましょう。こんな感じでいい音を立てながらポイントを移っていきます。そして電車は一瞬だけ地上区間に出ます。上にね、トラス橋みたいなのがかかってるんですけど、目に道路はありません。そしてご覧のように地下鉄の中を見る山、これはね、絶景としか言いようがありません。すぐにトンネルに入るので、スピレが数秒だけ。電車は青葉山駅に到着しました。東西線の駅のホームは全て同じような一面二線の駅で、全駅にホームドアがついています。基本構造はどこの駅も同じ。
そしてご覧のように川内と表示してるんですけども、個人的にはね、仙台という駅があるので仙台と呼んでしまいそうです。モニターも分かりやすいですね。そして電車は川内駅に到着しました。個人的にはね、ここも仙台っていう呼び名にした方がね、仙台仙台でね、面白いかなと思います。電車は国際センター駅に到着しました。この駅はね、ちょっと地上の光が入ってきて全体的に明るいですね。駅前には一応仙台国際センターみたいな感じのものがあって、ライブとかスケートなどができるそうです。電車は国際センター駅を出発していきました。ご覧のように電車は広瀬川を渡ります。外のね、景色が綺麗に見えて、結構地下鉄に乗ってるのに開放的な気分になりますね。ご覧のように地上区間を加速していきます。それでまたトンネルが見えるんですけれども、個人的にはここの区間が地上区間を見える最長の区間なのかなと思います。ここでこの東西線の建設経緯などについて解説していきたいと思います。まず最初に地下鉄が作られる構想についてお話していきたいと思います。この構想はね、1970年代ぐらいからねあったんですけれども、最初はモノレールで作る構想とか、地下鉄仙石線を延伸させる構想などがあったんですけれども、最終的にはご覧のようなミニ地下鉄方式で運転される方式となりました。ミニ地下鉄はね、リニア地下鉄とも呼ばれる長堀積み力線みたいなやつです。そしてこの仙台市営地下鉄にね、賛成する人と反対する人がね、結構多くいて、2005年の7月に行われた仙台市長選挙で当選したのが、この東西線を作るのに賛成の人が当選したことで、この地下鉄工事はね、結構進められたという感じになります。まあ6人ぐらい立候補した人がいる中で、賛成している市長はその2005年に当選した1人だけだったそうです。しかし建設していくにつれて、その乗降員数の利用者予測っていうのはね、だんだん下がってきてる感じで、やっぱりこの地下鉄赤字になるんじゃないかっていう予想もやっぱりこの仙台市民から多くあったようですが、まあ個人的にはちょっともしかしたらこれ見ると利用者少ないかもしれません。そして2007年からこの東西線は工事されて、途中東日本大震災の影響で工事が中断したりする時はあったんですけれども、無事2013年か14年ぐらいには線路は完成していたそうです。そして、この仙台市営地下鉄東西線で使われている車両は2000系と呼ばれる車両で、近畿車両製作所で全車両製造された感じです。車内にはこの ATO みたいなのがついておりまして、ボタンを押すと電車は自動で動き、自動で駅に止まるという魔法の設備がついている車両となっています。また車両もミニ地下鉄方式となっておりますので、車内は狭い感じです。僕はこの形的に聞いて思ったのが、ポーンっていう音は京都市営地下鉄の20系車両に似ているなと思って、ちょっと親近感を覚えましたね。そして電車は仙台駅に到着。この駅では東北本線、JR 線、仙台空港アクセス線と乗り換えすることができます。ご覧のように駅のね、長さが長くて、結構長編成にも対応してる感じになっていますね。またこの駅では唯一の地下鉄路線、南北線とのね、乗り換え駅でもあるので、結構大きい駅かなと思います。それにしてもね、駅の改札に行くエスカレーターも長すぎますよ。これ見てると JR 東西線を思い出しますね。はい、ですね、仙台市営地下鉄東西線の動画はいかがだったでしょうか。まあね、仙台市営地下鉄東西線はね、結構新しい地下鉄ということでね、結構段差がなかったりとかですね、車椅子の方でもね、結構乗り降りしやすくて、結構ね、乗りやすい地下鉄かなと個人的には思いました。またですね、結構ね、空いていましたね。まあ時間帯にもよるんですけれども、平日の通勤時間帯は混むとかなと思います。しかしね、そんなガラス気にもかかわらずで、7分間隔とかの高頻度運転なのでね、
もう仙台とは思えないね、地下鉄の運転頻度だなと思いました。まあね、皆さんも日本で2番目に、ね、標高の高い駅に行きたい方はね、ぜひこちらの仙台地下鉄ご利用ください。八木山動物公園駅までは仙台駅から13分で行くことができますので、サクッとね観光したい方にもおすすめです。この動画が良かったという方はですね、高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャイン川村の公式 SNS 等のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。